第5レース1着となりました5号艇水野望選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。いいレースでしたね。はい、めちゃめちゃ嬉しかったです。ではそのレース振り返っていきます。新入地から1二3、4号6水野選手5コースからの戦いでした、はい、全体的にスリットはそんなに速くなくてちょっとスタート起こして全速でいけなかったので、うん、それが少し悔やまれました。ただ1マークはもうここだっていうところしっかり見えて、そうですね、はい、1年間練習してきた成果が出た気がします。もう今節早速まだ満足してはいけないですけど、はい、でもね、幸先いいスタート切ったってことですもんね、はい、まくり出していきまして、ターンも思ったようなターンができた感じで、そうですね、はい、船足はどうでしょうか。もらった感じで行ったんですけど、はい、自分の好みのペラでしたし、はい、船足も全体的に回り足が良さそうだなっていう体感だったので、はい、それが出た気がします。高勝率モーター手にされて、じゃあそのあたりパワー面力強さも感じて、そうですね、ターンは力強い気がしました。直線比べまだね1走目なんですが、はい、どうですか試運転とか。直線はやっぱりちょっと周りの人の方が雰囲気があるなと思います。今の船足をベースに調整していくのか、はい、もう一アレンジ加えようかなって感じなのか。今の、はい、乗り心地も出口の足も好きな感じなので、はい、ここをしっかりキープして、まあ、もう少し底上げできたらいいなと思います、うん、またね今シリーズいいレースたくさん見せてください、はい、では最後ファンの皆様に一言お願いします。これに満足せず明日からも一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。ではカメラサインを書いていただきます。水野選手外から穴を開けました、はい、いやここの5号艇の1着は大きいですね、はい、でまあ、スリット体型とか展開もありましたけれども、はい、しっかり捉えていって、うん、そこで突き抜けてくる足はしっかりあるんだな。